It's a great journey. はい、ということで今回なんですけれども、はい、久しぶりにめっちゃ晴れました、はい、なぜかね、これでもしかしたら梅雨が終わりなのかな、うん、梅雨明けかね。今回は主に外装がまたまた変わります。またまたね、はい、これまで色塗ったりとか、うん、いろいろしてきたんですけど、うん、今回でもしかしたら完成かもしれないということで、ということで何をやりましたか、はい、ぜひご覧ください。さあ、貼るぞ。貼りましょう。あの、あれは？あ、貼るの忘れた。おー、すげー。大丈夫そう？90度。では、今回はこちらをね、はい、やります。これはどういう意味ですかね？ Life is a great journey. Life is a great journey. これはね、はい、仕事の尊敬する師匠の LINE の、はい、そう、LINE のプロフィールみたいな。プロフィールに書いたんですね。お、パクった。まあ、いやもう素敵な言葉じゃないですか。素敵だよね、うん、そう。ということで今日はこれやっていくんだけど、はい、カーボン紙を使ってできるらしい、うん、でこれをこうカーボン紙を後ろに入れてなぞって、あとつけてそれをペイントしていくみたいな。俺ちょっとよくわかんないんですよ。とりあえずやっていこうよ。これさ、もう貼っちゃっていいのか。貼っちゃっていいっていうか、まあ後ろにこうやってやるから、うん、一回こうやって外しながらやれば別にいいと思う。今日なんかすごいウィーンって音がすごいね。芝刈りしてやる。芝刈りがね。じゃあやっていく、どんどん。でこういうまっすぐなところはなるべく定規使おうか。うん、そうしよう、うん、これなんかいいよね。これカオリンのデザイン。そう、ゆっくんは見てて。え、なんで俺がちょっとまずなぞるよ。え、やだ。じゃんけんじゃんけん、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょ。これは地味な作業ですわ。地味な作業。したー。おー、できてる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 。おー、ここまでにした方がいいよ、ずれるから。あー、結構しんどいな、この作業。そう？じゃあやろっか。暑いね、やっぱね。水分取りながらやんないとダメです。よし、これでいいはずだよ。よいしょ。はい、じゃーん。おー、あ、いいじゃん。いいいい、今更だけど合ってるよね、これ綴り。今更すぎるでしょ。じゃあ白筆。じゃあやるか。垂れないようにしないといけないから。いきます。あの下の細かく、あ、大丈夫、そんなゼロゼロで。ほら、いった。もう行ってるそばから。正直ライフはめちゃくちゃ簡単。あ、そうだね、うん、ちょっとずれても大丈夫だもん。私分かったわ。ほら、こうやってやれば。おー、やるじゃん。ねえ、そうだよね、そりゃそうなんだけどさ。ライフはさ、別にいいよね。ライフは別にいいよ。でもってことはやっぱさ、型紙やってさ、やった方が早かったかな。まあまあいいよ。でも白で塗りつぶせば黒いのは全然消えるね。うん、全然消える。なんか思ってたより難しくて楽しい。あー、そうだね、難しいね。うん、まあ、周りについちゃったやつは後で青で消せるもんね。うん、そうそう。なんか味があっていいんじゃない、こういう方が。うん、いいじゃん、いいじゃん。これめちゃむずいじゃん、うん、型紙でやった方が早くね。え、型紙で。じゃあ、ゆっくん作ってくれる？ねえ、見て、できた。私あと O だけした。え、早くね。すごくない？すごい。俺見て、イズ。あ、いいじゃん。本当？いけそう。いけそう？うん。あ、いいじゃん、いいじゃん。いい？うん、頑張れ。ね、見て、結構綺麗。え、やば。すごくない？めっちゃいいじゃん。めっちゃいいじゃん。すげえ。すごい。あとこれだけだ。あとこれだけだよ。頑張ろう。やばいじゃん。イエーイ。よし。お、すごい、ぴったし。
いいね、ゆっくんの渾身の。じゃあ俺が塗るよ。いいよ、バーって。そうか、せーの、ほい。これは綺麗だね。うん、まあ、あとは整えればいいんじゃない、これで。え、はい、いくよ。うん、もういいの。いいよ、せーの、はい、はい、せーの、はい、うん、じゃああとはこの辺やったり丸描いたり、はい、あとちょっと出ちゃってるところとか、あとほらなんかちょっとそもそも綺麗にしたかったところがあるから、そもそも、それをやっていこうか。そうしよう。今ちょっと色が違うけど多分乾いたら結構馴染むはず。そうだね。とか言ってめっちゃムラになっちゃったし、ね、いやでもこのね塗料のいいところはね、ムラにならないところっていう風なことを一応ね前言った気がするんだよね、うん、なんだかんだね今シンボル作ってるからね。はいはい。あ、でもなんか綺麗にしたら結構それっぽくなるね。それっぽくなってきたね。すごい、うん、よっくん、こちらに穴を開けますよ。はい、じゃあ行きます。やめダメダメ、絶対やめてよ。なんでなんで、絶対ダメ。またやり直せばいいんだよ。ダメダメ、やめて、本当に。マジで、え、フリーハンドで行くの。え、もちろん。カオリンって勇気あるね。まあ、これがね、やっぱこう嫁のね。え、うん、いや、いい、めちゃめちゃめちゃ G は難しいよ。見る？見本。いいんじゃない？そこ細長いんだよ。うまいね。そう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 。あ、いいじゃん。うん。めっちゃいい。めっちゃいい。めっちゃいい。できた。できたね。できたー。すげえ。俺が違うとこやってる間にできた。え、しかもなんか周りもちゃんと馴染んだ。あ、本当だ。ムラない。めっちゃ綺麗。やっぱこれすごいね。やっぱこれすごい。はい、完成でよろしいでしょうか。シンボルは完成。で、俺が最後バッテンってやる。あ、電話だ。はい、いやー、すげえ晴れたな。あ、雲さん、雲いる。え、何、雲さん？何？見て、これ可愛すぎる。これやばいね。なんか一夜明けて。昨日あのあと、うん、大工さんが実は半日、ね、来てくれて、ね、来てくれて、前結構あの私たちが塗ったレッドシーダーの窓枠、これヒノキだよ。あ、そっか、うん、で変わったのこっち側だけじゃないから、後ろもだから。後ろ変わった？後ろ変わったよ。変わったっけ？行ってみよう、うん、ちょっと見てみっかじゃん。こっちね。うん、あ、これすごいやっぱいいわ。こっちはもうなんか圧倒的存在感って感じ。でかいね、やっぱね、こっちの窓ね。ちょっとこっち寄りなのはソファーベッドに合わせて、うん、ソファーベッドのところに こいつがはまるような感じで、はいはい、多分来るはずっていう、うんうん、だからこの窓をちょっともうちょっと洋風にちょっとしたいなっていうのと、これね、あとちょっと、うん、ちょっとしたロゴみたいなの、まあ、またちょっとこっちなんか若干寂しいよ。これつけてね思ったのよ。こっち若干寂しいなと思ったのよ。でもなんかいろいろ考えたけど結局シンプルにするのが一番良さそうだから、ちょっとしたワンポイントを加えるかもしれない。まあ、とはいえね、可愛いね。とはいえ、ね、うん、生活する時ってこっちの窓結構使うというか、開けるじゃん。で、ね、あっちの窓はやっぱ小窓だから、こう換気とかに使うぐらいだから、そういう意味ではやっぱ理想だよ、うん、なんか土地探しで土地見つけて、こっちを森側に止めて、あ、そう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 、で、あっち側は見える方みたいなね、そうそうそう、イメージだよね。したらもうこっちはもう森なんで、うん、このでかい窓から森を見たりとか、そう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 、みたいな感じで湖みたいな。あ、そうだね、そうだね。ハイエースだとリアの方を海にするって、うん、そっち側をこっちにするみたいなイメージだね。なんでまあちょっとね、こんだけでかい窓があるといいのかなっていうね、うん、ということでだいぶ変わりました。だいぶ変わったな、うん、いい感じです。じゃあちょっと戻る。大丈夫。大丈夫。はい、ということで今回なんですけど、うん、自作キャンピングカーがまた一段とドレスアップしまして、はい、まずね文字が書かれたと、はい、であとは窓枠がついたっていうところですね、はい、あの Life is a Dread Journey ということで、そういうね文字負けしないようにしっかり頑張っていきましょう。そうですね、はい、だから、まあ、まさにそれを実現できるような形で完成していけたらなと思います。思います。ということで次回は天井にを張り進めますね。そうですね、天井に映れるかなと思うんで、うん、まあ、天井プラスもしかしたらそのソーラーもついちゃうかもしれないし、そうだね、でやっと電気が、はい、電気がね通るかもしれないし通れないかもしれない。まあでも結構梅雨も明けていい感じなんで、ちょっとサクサク頑張っていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。次回もぜひぜひよろしくお願いします。この動画がいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もよろしければお願いします。お願いします。ではまた